平成28年9月6日、阿蘇市内の牧のホテルで、平成28年度阿蘇市金婚夫婦表彰式が行われました。まず、熊本日日新聞社からの金婚表彰が行われ、池下圭一郎事業局次長が、今年阿蘇市で金婚式を迎えた56組の代表、大塚邦勝さん、ひろこさん夫婦に、表彰状と記念品を手渡し、結婚50周年を祝福しました。続いて阿蘇市の金婚表彰が行われ、佐藤義興阿蘇市長が出席した夫婦一組一組に表彰状を手渡しました。受け取った方はとても嬉しそうに表彰状を眺め、会場は穏やかな笑顔があふれていました。そして佐藤市長が、これからもご夫婦が健康で仲良く尊重し合い、末永くお幸せに過ごされますようにと祝辞を述べ、結婚50周年を称えました。今年金婚式を迎えたのは昭和41年に結婚した方々で、阿蘇市では56組で、この日の金婚表彰式には41組の夫婦が出席、晴れの表彰を受けました。最後に受賞者を代表して宮崎明光さん、光子さん夫婦が、金婚表彰式に出席できてとても嬉しい。これからも仲睦まじく培ってきた経験がこれからの役に立つのなら協力したいと思います。と謝辞を述べて、阿蘇市金婚表彰式が締めくくられました。夫婦の仲の秘訣を教えてください。大いに喧嘩することです。思っていることをはっきり言う、それが秘訣かな。そうかもしれませんね。金婚式を迎えられた感想を教えてください。もうこんな年になったのかなと、感慨無量です。そうですね。子供たちが小さい頃から心配したりいろいろしましたけれども、大きくなって、ああもう子供の心配もせんでいいなという、二人きりの生活ができる楽しみは今からということで、健康で生活したいと思っております。今まで病気、大きい病気もしなくてね、二人で来られたから幸せだったと思います。